ムーサであるエウテルペイとウーラニアー。ポンペオ抜刀2のアポロンと二人のムーサより部分。エウテルペイはギリシア神話の女神で旧柱の文芸の女神、ムーサたちの一人である。助長誌のムーサ。長母院を省略してエウテルペとも表記される。喜ばしい女の意でギリシア語のウプシロンとタウロオパイ、イプシロンオメガから。ゼウスとムネ念もネーの娘であり、カリオペイ。 クレオ、メルポメネー、エラト、テルプシコラー、タレー、ポリムニアー、ウーラニアー姉妹。ムーサイ一人一人に役割が与えられた時に、貝を与えるものとして性格付けられ、後には女上詞のムーサとされた。アウロス内詞はフルートを持って描かれる。アウロスの発明ものだとも言われているが、その点ではマルシュアースの方が有名である。 アポロドーロスによると、エウテルペイは、ストリーモン側によって見ごもり、男の子、レイソスを産んだ。レイソスは、トラーキア人を滑ることとなったが、トローヤで、ディオメーデースによって殺害された。ありがとうございます。